はいえどうも、はじめましての方も、えー、久しぶりの方も、えー、こんにちは、えー、ふいちゃんです。今回は2022年のチリ B、共通テストですね、チリ B を解説していきたいなと思っております。えー、まあ、解説っていうか、本番でどうやって解くのがいいのかなっていうのを考えた解説をしていきたいなと思います。まあ、だから、やったら、細かい言葉の単語の解説とかっていうのは一切抜きにして、もうこう解けばいいよねっていうところだけ中心にしてお話ししていこうかなと。 思っております。えー、それでは、よろしくお願いします。はい。まずはじめ。えっ、ー、と、チリビート1、えー。自然環境や自然災害に関する次の問い。156に答えなさい。うん大陸棚は大陸プレートの周辺部に広がる。うんまあ、大陸棚っていうのはどんなところかっていうと、水深200メートルより浅い海域だと。で、えー、東南アジア周辺と中央アフリカ,周アメリカ周辺の大陸棚の分布を示したものですよと。で、大陸棚の分布として正しいものを答えなさい。という話なんですが、うーんと、まあ、 これはどう、まあ、どうやって解くかっていうと、まあ、プレート、まあ、その火山があるってことは、えー、プレートの境があるんだなっていうのをなんとなく思ってほしいです。うん、で、アルプスヒマラヤから続く、えー、増山帯っていうのがここに続いてって、えー、ここにプレートあるなって。プレートがあるってことは、そこは開口、えー、になってるんでね、開、え、口、ー、になってるから、えーあ、じゃあここは大陸棚じゃないんだなと。 え同様に、えー、ここも大陸棚じゃないんだなってことで、B と A が選べるんじゃないかなと思っております。なんかまあ、大陸棚が何かとか、海溝が何かっていうのは是非、ね、ぜひ、ね、地理勉強してるうちに気づくと思うんで、えー、調べてもらって、あ、まあ、授業ではね、解説しますけれども。で、えーまあ、今回、この YouTube では、えー、どういうことをやるかっていうと、おまあ、どうやって解くかってことだけに集中してやっていきたいなと思っております。えー、次、えー。ここには特徴的な地形が作られる。A、えー、図の A と B。A は、 えー、これはセーヌ川ですかね。パリり通りそうですね。セーヌ。で、B は、えー、ローマ通りそうだから、ポーガーかな。まあ、別になんかそんなことどうでもよくて、えー、なんか分かりそうなことってなんだろうな。なんか全然違うデータってなんだろうなと思ったら、平均流量っていうのがクソほど違うなと。クソほどって言っちゃあれですね。えー、全然違うなと。なったときに、じゃあどっちが高い方から流れてるかなってなったときに、まあ、ヨーロッパで一番高いのって何かっていうと、アルプス300ですね。あじゃあこの辺から流れてるんだなと。で、えーまあ、高いところから流れていて、えー、こうなってるよと。 ということはどうなってるかっていうと、まあ、こっちがだろうと、B がだろうとえ。B、じゃあ B だからこっちを選びなさいと。で、それっていうのが、えー、ラッパ状の地形なのか。まあ、エスチュアリーって言ったりしますね。えー、河川で運搬された砂や泥が堆積した。まあ、え量、ー、量が多い方が、砂や泥っていうのをたくさん運んできますし、堆積もしますよね。ってことで、えー、じゃあ Y が、ああごめんなさい。 で、B が Y になるんじゃないかな。ってことで、えー、これになります。はい。で、まあ、本当は、だから、その、エスチュアリーとは何かとか、えー、セネガがどうなってるかとか、えー、アッパーショガとか、えー、いうのを解説してもいいんですけど、まあ、それは授業にた、あ、皆さんのね、学習に任せるとして、どん,どん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 解説していきたいなと思っております。はい、はい、次。で、えー、様々な植生が見られますよ、という話でもあって、えー、常緑紅葉樹と、えー、落葉紅葉樹。うん。 なんか、イメージとしてジャングルだなと。たくさんあったらジャングルだし。えー、落葉、紅葉樹っていうのは、まあ、四季がありそうだなと。えー、で、まあ、なんか砂漠なのかな砂漠って別に砂がたくさんあるとこじゃないですからね。うんえー、砂や岩、岩が多いですからね。風化したものがあるので、えー、まあ、雨が降らなくて風化したものばっかりなんで、岩がすごい多いです。<laughs> ってなった時に、えー、まあ、中国、東北部あ、中国北部と、えー、パキスタン。 のあたりは、まあ、これは砂漠が多いなと。これが IF と E と F か。で、えー、H と G がこっちとこっちになりますごめんなさい、えっ、ー、と、間違ってるかもしれないけど、一応これで点数取れたんで、えー、こんな感じでやりましたよっていうので、見せてるだけです。で、えー、常緑広葉樹。まあ、だからまあ、こっちの方が熱帯だなということで、じゃあ G に該当するのはまれにじゃないんでしょうか。はい、次。 えっと、これは、まあ、皆さん学習していると気づくことかもしれないですね。1月の気温、1月の降水量、7月の気温、7月の降水量。ってことで、まあ、注目したいのはここだけですね。でここにパーステトシがあります。でパーステトシは CS 気候です。地中解析気候です。地中解析気候が何かは、えー、勉強してください。でえー、なんで <laughs>、えー、じゃあこれが降水量で、えー、これが、えー、CS っていうのは夏、正午なんですね。サマーの時に正午ですよと。 ってことは、ここがプラスになってるってことは、冬多いんだなと。で、あっちの冬って何月かっていうと、うーオーストラリアの冬は7月ですよと。ってことなんで、えー、1月の気温だから、あこれなのかな。ということで、丸1になります。って感じで、まあ、サクサク解いていってください。はい、次。えー、アフリカを5地域に分、区分,分したものですよと。で、えーまあ、注目してほしいデータは何かっていうと、地震があって、えー、熱帯低気圧があるよと。 うん、で、サイクロンがどこを通るのかっていうと、まあ、サイクロンが発生するのはどの辺か、あーまあ熱帯て気圧ね、3つありますけど、その中でもサイクロン発生するのはって、まあちょっと勉強してれば、ここら辺通りそうだなっていうのはわかるかなと、うん。まあ、通ってもこっちかな、みたいな感じのことを考えられるんじゃないかなと思います。まあだから、えー、っと、まあ北部か西部だろうと。あ、ごめんなさい、嘘。東部か北部だろうと。まあ、東部ですけどね。で、えじゃあ地震が起きやすいところって、 どこなの、まあ、なかなか北部、この辺ってまあよく考えたら、アラビア半島あるから、ここまで来るわけないか、なんてことを考えたら、これが東部かなって分かると思います。うん、でえ、じゃあ地震がどこで起きるのかなってなった時に、ああまあなんかそういえば、モロッコの北側に新規造山隊あったな、なんか新規造山隊は石油が取れて、地震が起こりやすいところだった気がするな、みたいなことを思ってれば、北になるんじゃないか、はい。で、まあなんかこの辺、西部はすごい砂漠が多かったりするし、えー、これなんじゃないかな。 っていう感じで解ければいいんじゃないか。なんか、ね、えー、<laughs> 僕の解き方に対して、えー、地理的じゃないと。なんかもうちょっと正しい解説があるとかい、えー、う方、まあ、別にいてもいいんですけど、あの、まあ、点数取るために最小限な努力としては、まあ、こんぐらいでいいんじゃないかなと思います。はい。えー、で、北方。で、えー、東が地、えー。だからこれか。になるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ次。で、えー、っと。 自然災害の種類は季節や地域によって異なりますよと。土砂災害と雪崩。まあ土砂災害。まあ、特に熱海が起きたやつとか。あれの7月に起きたな。えー、流れ雪崩。雪崩ってまあ夏には起きなそうだな。なんてことを考えてればいいんじゃないでしょうか。で、雪、え、崩、ー、による被害っていうのは、えー、まあ12月、2月に多いですよと。じゃあえ、三角があるのってどれかっていうと、まあ、雪崩があるのはこれとこれかと。 残る選択肢の中で多いのは、まあ、雪解けの時にに雪崩って起こりそうだな。まあね、えー、ロシアのボルガ川が氾濫するとか、えー、いうのを踏まえて、まあ、雪解けの時きに雪崩、えーなだれまあ、雪がたくさん通って、えーまあ、川の氾濫とあれは違うか、雪、え、崩、ー、が起きそうだなってことを考えたら、これが3月、5月なんじゃないかなと。で、天圧倒的に多いのは何かっていうと、えー、じゃあ、こっちが果たして6から9なのか。 3,4,5,6,7,8か。6から8なのか。9から11なのか。えー、じゃあ台風で。前線だなと。なった時に、まあ、えー、前線は停滞しますね。台風は通り過ぎていっちゃいますね。ってことなんで、じゃあ前線がこっちなのかな。ってことで、えー、っと、3から5が、だから無。で、えー、6から8が、まあ、ですよと。まみ無面もってすごい選択肢ですね。だから丸5になるんじゃないかと。 思っております。えー、こんな感じでサクサク解いていってほしいです。はい。え、ちなみになんですけど、じゃあ、まあなんか、言ったら今緊張しない状態でね、別に僕人生かかってるわけじゃないし、えつ、ー、いてる状態で、じゃあ、ね、人生かかってる状態で、こんな感じで解けるのかって言ったら、まあ、もうちょっと吟味して選択肢選ぶんだろうなっていうのはあります。まあ僕が、えー、受験した2014年1月のセンターは、なんか、 初めて平均点見たんですけど、めちゃくちゃ簡単だったみたいで、世界史も地理も70点近い平均点だったなと思っております。まあ、<laughs> まあだからなんだってう話ですけど、えー、解説続けていきたいと思います。はい、というに、第2問。単、えー、電と油電の話ですよ。で、まあ、中東を見たら圧倒的にこっち油に違いないと。まあ別に何でもいいです。えー、なんですかグレ,ートディ、えー、グレントディバイディング山脈ですかアプラチャー山脈でもいいし、えー、なんだ独立、えー、戦争の原因となった、えー、アルザスでもロレーンでもいいし、 えまあ、どっちでもいいですけどでこっちが炭でえ、こっちが油だなというのが分かるかなと思います。で、えー、A と B、どっちが石油かって話ですかえどっちが油田なのかってお話。で、まあ、ちょっとこれ難しいですね。うん。うん、世界のエネルギー供給量の3分の1を占めておる。石炭、これだけ占めてたらやばいな。うん、だって石明らかに石油の方が多い気がするので、えー、じゃあ、 で、これで、じゃあ、石油多かったとしたら、じゃ石油2分の 1? じゃ6分の5が、当てる。6分の5が化石燃料。も、ま、う、あ、なんか、そんなわけないなと。だったら、じゃあ、こっち石油かと。いうやり方でいいんじゃないでしょうか。うん。で、これがね、う難しいですね。も、まあ、確か、アメリカもめっちゃ生産し始めたし、中国も生産してるし、まあ、石油でも石炭でもありそうだな、みたいなこと思うんですけど、も、ま、う、あ、僕としたら、こっちで、ああ、じゃあ、一番使ってるのは何かって考えたら、石油か。で、 白文が特定の地域に携わってるって、あ、これ中東のことだなわ分かるんじゃないでしょうか。なんで、えー、えー、石油の問題は E で B だから4になります。次。えこういう問題は、えー、なんかまあ、あんまりその問題で正解する、正解しないみたいな、ないんですけど、これは絶対正解できるんじゃないかなと思っております知り勉強、ちょっとでもね、勉強したことある人だったら、できるんじゃないかなと思っております。はい。で、えー、何かっていうと、アフリカかヨーロッパかいずれかです。 ヨーロッパですと、すで、えー、始まりがどこかっていうと、1965年からですね。で多分めちゃくちゃアフリカで人口増え始めておかしくないなってことを考えるとあ、じゃあ人口増えてるのどっちかっていうと、人口増えてるのこっちだと。じゃあかがアフリカと。で、木は、まあ、最初から最後までほとんど変わってないからあ、人口停滞してるヨーロッパなんじゃないかな。なんてことが、まあ、こう見るとアジアやっぱめっちゃ多いですよね。うんまあ、日本、1億2900万いるのって結構すごいことなんですよね。まあ、やったら ね、ドイツもフランスも一応超えてないですからね。はい、で、えー、次で。ここがね、まあなんか、木は間違えても、X は絶対間違えちゃいけないですね。うん。えー、アジア人一人にあたりにおける一時エネルギー消費量ってお話なんですけれども、じゃあ、どうなるっていうと、まあ大体50ぐらいで、大体いい100ぐらい。まあ要するにこれ2倍ぐらいに増えてるんだと。で、えー、じゃあこっちはどうかっていうと、 ま分かんないです8倍かもしれないし、9倍かもしれないけど、まあ10倍ぐらい増えてるんだと。まあ2倍以上には増えてるんだと、うん。人口は2倍しか増えてないのに、エネルギー消費量っていうのは10倍増えてるんですね。って考えると、えー、じゃあ、人口、人口1人当たり、1人当たりのエネルギー消費量は増えているになりますよね。えー、なもんで、えー、じゃあ、丸んになりますよと。増えているで、ヨーロッパなんで丸3。きれいね。ヨーロッパで増えて丸んになるんじゃないかなと思っております。はい、次。 えーこれ、みなさんたちは、あ、偉いですね。えー、サーシス、どれですかと。で、まあまず選択肢から見てみましょう。脱工業化。これ絶対ね、CO2 減りそうっすよね。二酸化炭素排出量からね CO2 減りそう。資源が豊富にあるため、えー、国内の 燃料消費コスト。じゃあ、なんかもともとなんかやってたんじゃないかな、えー、農業は経工業が中心だったから、えー、じゃあ、あんま、あんま、お金ない。もともとね。みたいな感じで考えていくと、ええー、と、まっとう的にすごいですね。めちゃくちゃ低いですね。あ、じゃあ、これがスダンと、とあんまお金ないからね。で、ええー。 小2減りそう。まあ、唯一減ったのが。で、まあ、再生可能エネルギーの普及なんていうのは金ないとできないわけですね。お金があって技術があるから再生可能エネルギーなんていのができるから。って考えたら、あじゃあさ弟子なんじゃないかなと。いうふうに解いていけばいいですね。まあ、なんかこんぐらい気軽に。まあ、そうですね。僕が本番の時、そのこんな気軽に解いたかって言ったら、えなかったですね。僕、1日目に。 まあ、二日目も受験したんですけど、まあ一応国立狙ってたんで。二日目、一日目終わった後に、まあ塾で自習するかってなって、塾行ったら、ね、世界史と地理の先生がいて、問題を起こせと。で、自己採点するために自分で丸書いてるんですけど、うん、なんかいきなりと、まあ、問題見るならまだしも僕の答え見て、うん、合ってる、合ってる、合ってるとかって言い始めたのは、あれだけは勘弁してほしかったなって思いました。はい。えー、次。 えーリジナさんたちはお、化石燃料と再生可能エネルギー。へー再生可能エネルギーは水力、太陽光、地熱風力。あ、自然エネルギーが再生可能エネルギーなのかなうん、みたいな感じで考えてます。で、えー、っと、環境への負荷はどうなりますかとで、まあ、<laughs> えっとね。 多少なりとも共通、共通テストを受ける方は、まあ文章は読めてほしいなって感じです。じゃあ、化石燃料の発電は環境の負荷が高いとしたときにどうなりますかと。国別で見たときは中国が一番大きくなる。発電量の話してますね。発電の話してますからね。じゃあ発電量なんだろうな。中国が一番だな。じゃあ丸か。一人当たりで見た負荷は僕はアメリカ合衆国が一番大きくなると思います。 うんまあ日本がわ、まあ、かんない。ま、あ下五にしていって3億人だと。アメリカがまあわかんないけど、四億人ぐらい。三点九とかかな正確には。ま、あ四億人ぐらい。で、中国はね、まあ、今13えって考えたときに、十三十四十五十六二十はないな。<laughs> って考えたときに、えー、じゃあ、十倍して、人口が十倍で三倍ですよと。となったときに、えー、じゃあ、エネルギー消費量はどうなってるかっていうと、 まあ、6倍いってないから、まあ、日本の方が多いなと。これは3倍以上いってるから、あ、じゃあ、アメリカの方が多いんじゃないうーん、まあ、これは迷ってもしょうがないかなって感じですね。アメリカの人口を知らないと解けないのか。まあ、他にヒントがあるんでしょうけど、僕は分からなかった。はい、じゃあ丸だと、だっで、えー、発電の構成比で見ると、発電の代謝ではなく構成比。ああ、まあ、確かに構成比のデータ使ってなかったな。構成比で見ると、 えー、ドイツが環境の間は最も小さい構成比そう、ね。えかなったじゃねということで、じゃあこれバツか。じゃあ生成を生成法やってる生成法ですね。はい。お願いします。あ、ごめんなさい。これ、あの、自分のやったとは見てるだけで。まあ、ここに何か書いてあるかっていうと、あ、まあ、こうやって解きましたっていうのが同じことが書いてあるんです。こ、うん、んな感じで。見えるか。 迷うって書いてある。<laughs> はい。っていうのはありますよ。はい、次。で、えー、環境負荷に森林資源に着目しましたよと。で、輸出額が一番多いのはどこだろうと。森林面積の減少率が多いのはどこだろうと。で、エチオピア、ブラジル、ロシア。で、新炭剤と溶剤を使ってるよと。なった時に、まあ、焼け肌とかしたりとか、まあ、農業で使ってたり、その場で燃料として使ってるんだろうなって話すとに、まあ、ほぼエチオピアは新炭剤だろうと。 なったときに、まあ、圧倒的に割合がおかしいやつがあると。じゃあ、これはエチオピアで。で、診断剤だと。で、考えたときに、えー、じゃあ、残りはブラジルとロシア。で、どっちが面積率高いんだろうな。すごいですね。伐採量同じぐらいなんですね。伐採量同じぐらいってことは。ってことは、じゃあ、面積でかい方が、そしたら、森林面積の減少率少なくなるよな。だったときに、じゃあ、ロシアってクソほどでかいですからね。 えー、じゃあ、こっちブラジルだろうと。ロシアだろうやってもいいし、僕は何でやったかっていうと、まあ、輸出額が、ね、大きいのがロシアだろうな。まあ、わざわざ地球の裏側から北半球の国々に木材輸入するかなって考えたときに、じゃあ、あロシアから輸入した方がね輸送コスト低く済むだろうな。まあ、これこれ分かんないです。あの予想で、ねえー。ってなったときに、あでもまあこういうのがチリって言われるんでしょうね。うんえー、だから、えー、ブラジルどれかというと、えー、ブラジルがいるで。 ね診断罪は、え、たぶん強ということで、まさんになります。ラスト。循環型社会のお話ですね。あ、なんですか ?SDGs 的なやつですかうん。まぁ、あ、SDGs 手段はね、素晴らしい取り組みだと思います。なんか、自分の生徒とかやってるのを見ると、あすごいな。ああやって17って言ってくれると、 ああ今これが問題なんだっていうことがね、自覚できるのが一番大事なんじゃないですかね。で、えー、っと、各国で見られる取り組みで、循環型社会に寄与するものとして適当でないものという話なんです。まあ、だから、これとかは循環型になるんだろうな、って話ですね。デポジットってやつ、ね、<laughs> これは、具体名出していいのかわかんないけど、昔改正。<laughs> 中学高校でね、デポジットやってたら、夏休みなんだっけ、8月のデポジット回収率が130%になったみたいな話がありましたね。なんだっけ、ペットボトルか缶か入れると10円戻ってくるみたいなやつがあったんですけど、なんか、その自販機で買った割合に対して、<laughs> 10円玉返す量の方が1.3倍増えちゃったんでやめましたみたいなの生徒会の報告で聞いたことがあります。はい。えんなことはさておき、えー。じゃあ、どっちだろうなと。1とにどっちだろうな。うん、1は。 まあ、人風なのは私も家畜の糞尿だったら、ああ、資源利用してるのかな。資源を有効活用してるのかな。で、沿岸部のマングローブ林をエビの養殖地に転換されて、これってただの森林伐採だな。あ、じゃあ、間違ってるな。稀にか。ってことで、稀に奥手になるんじゃないでしょうか。はい。じゃあ次。富士山。富山県の津波平野にある話ですよ。えー、富山県って考えたときに、まあ知ってる人はね、 えー、あれがあるんじゃないかななんだっけあのー、僕はね、鉄道が好きだから知ってるだけかもしれないですけど、まあなんかコンパクトシティっていうのを目指してますよで、なんか路面電車すごい走らせてますよみたいな話を思い出す。あれごめん。ト平野って、富山平野って違うのまあいいよ。っなったときに、ではどうだろううん。えー、で、適当でないもの選びなさいと。で、パッて見たときに、ああ、なんかすごい区画整備されてるなっていうのと、 あなんかこの辺、いい集まってんなっていうのはんとなくわかんじゃないかなと思います。で、農業の機械化や効率のために、えー、一つの課を広くように、長方形容に区切りされた。あ、じゃあこれ丸だった、えー。モータリゼーション。モータリゼーション、車社会かなに対応するために、えー、各地の工を区切るか、あぜ道のほとんどが、そうされて幅の広い道路にかった。えー、そうなのそうかもね。 まあ、いいよ。さて、OK、次で、えー。人口増加や各家族化の進展。まあ、63年からだから人口は増加してるだろうなっていうのは、一つ考えてみます、ね、えー、高知の一部は住宅地だった。あ、まあ確かに。昔は大家族で住んでたけど、4人家族とかになったから、3人家族とか4人家族になったから、こうなるんじゃないかと。で、一個あたりの面積高知面積は、えー、近年建てられた住宅よりも伝統的な格好の上で。う、えーって考えると、あ確かに。これクソ狭いけど、こっちクソ広いなと。あ、ごめん。えー、こっちか。家の大きさはクソ広いな。 クソって表現よくないですね。えー、広いなってなった時に、あ、じゃあこれもあるか。あ、じゃあこれなのかなって感じで思いました。うーんと。まあそうですね。まあ多分他のやり方があるんでしょうけど。まあでも僕としては消去法でやるしかないかな。モータリゼーションって言葉がわかんない。ああ、っていうのも全然いいですし。わ、まあ、かんない言葉は放置しとくのが一番いいですね。 あぜ道のほとんどが舗装されて幅が広いと、あぜ道のほとんど消えてるやつもあるからってことかなほとんどではないってこと <laughs> だとしたらどうなんでしょうねほとんどって、しかんですからね。これ <laughs>、これ <etchup>、問題見た瞬間に、どこか分かったらすごいですね <laughs>。俺、フイちゃんは、どこか分かったので解けました。だからこういういのは まだ僕がいろんなところ、日本中いろんなところ行ってるから分かった問題なんですね。うん。えな何かっていうと、この地形見たときに、あ、なんかこれっていうのと、もう一つ、なんかこれが、なんか繋がってんだ。あれこれ江ノ島じゃねあれじゃあこれぼしいわ。あ、じゃあ藤沢で、熊倉みたいな感じに。 なんたんですあ鎌倉よりしたっけ沢で、茅ヶ崎。あじゃあ、これで大磯の方で。ってことで。あ、じゃあ、ここは、そしたら、東海道線が走ってるんだなと。<laughs> なんてこともね、考えられるんじゃないで,すなんでしょうか。で、えっと、まあ、いろんな、一番多いのは交番だろうなと。で、糸で、えー、どっちが市民ホールが多いかなと。なったときに、まあ、どっちもあり得るなと、えー。海沿いでもし埋め立てるんだったら、 だから、ね、ゴミ処理施設って海沿いか山に埋め立てるかってあるけど、まあ、神奈川であんま海沿いで埋め立てるって聞いたことないぞ。じゃあ山なのかなで、まあ、もっと言うと何かっていうと、山だからゴミなのかなで、東海道沿いに多いもの、三角って東海道沿いに多いですね。ものが何かって言ったら、あとはなんか小田急とか、えー、JR とかの沿いに多い。とか考えたら、あ、じゃあこれが。 民ホールかと。ってなるわけです。青いうん。いや、なんか、約徳約徳っすね <laughs> い。いつも地図見てるから分かった問題でございます。はい、次。あ,それあんま解説しないようにしようと。もう解くことだけに集中してお話します。また、はい、次、これ。え、ジェントリフィケーション。なんか、ジェントルマンみたいな感じなんだな。 地区の再生と豊かな人々の、経済的に豊かな人々の、金持ちがどれだけ入ってきたかって話だな。うん、で、金持ちが入ってくるってことは、まあ、賃料上がりますよ。1か4だなと。金持ちが入ってくるってことは、金持ちは大学卒業するから、金持ちは、2000年の貧困率か。だから2015年。 地区の再生だから、再生っていうのは悪いところからいいところにならなくちゃいけないから、4か。って話ですね。次。パリにフランクフルト、マドリッド。で、もう東京から行くってなったときにで、東アジアが一番多いのフランクフルトだろうなこれもね、フジャがヨーロッパ旅行するときはほとんどフランクフルト系で行ってたからこうなってたのかなかなか CDG、パリに行く飛行機ってないですよね。 エルフランスゼニ空ク、うん、まあ別に、ある、あるにあるんだけど、中継地点よるやつも、まああるにあんのか。あるにあるんだけど、まあフランクフルト便の方が多く見るなと。えなんでかっていうと、フランクフルトは、えー、ハブ空港。ヨーロッパ全体ハブ、ああ、ごめんなさい。ヨーロッパ全体ハブ空港になっていて、えー、アジアからすごい乗り継ぐから。まあインチョンからも、え北、ー、京からも、首都空港からもね、えー、日本からも行きますよ。ってことで、あまあこれがそうなんだろうな。で、あとは、なんだ。 アフリカか北アメリカ北米かどてなった時に北米、アフリカ。どっちだろうね南米、中米。ああ、中南米はやっぱ多いから。じゃあこれがスペインなんだろうな。マドリッド。まあ、そんなことしなくても。あれか、ここが一番多いのって、これって絶対、ね、宗主国関連でパリか。 パリス。ということで、じゃあ木で、えー、北アメリカ。北アメリカがそしたら、これなの。まあ確かに、ロンドンとアメリカは瓶数多そうだな。っていう後付けの理由も加えて、じゃあパリが木で、え絵、ー、だと。だかなんの話になります。うん。はい、次。あー、これがですね。 何何人口ピラミッドですよ。国全体と外国生まれ。だからまあ移民かと。考えたときに、うん、移民か。移民は、まあ若年層よりこっちの層の方が多いそうだな。じゃあこっちが移民か。外,外国生まれ。もしかしたら僕が外国生まれの意味を取り違えてるだけかもしれない。人口ピラミッドってことは、 何々人、ドイツ人の話じゃないですよね。シンガポール人、ドイツ人の話じゃなくて、シンガポールにいる人、ドイツにいる人って話なのかなって僕は思ってました。違ったらごめんなさい。で、えー、っと、まあ、じゃあこのデータ見たときに何かっていうとあ、なんか女性の方が多いなと。で、どっちかって言ったらドイツは工業国だから、えー、まあ男性の働き手が多くなるのは分かると。まあ別に多くないですけどね。で、えじゃシンガポールって誰が来るのかっていうと、まあ、 あれかお手伝いさんとかが来るのかなね。なんだっけフィリピンのとかが行くのかなえ、だから、じゃあこうなりますよ。話でございます。まあ別にあと、こっちから判断してもいいんじゃないですかわかんないですけど、僕は知らないですけど。次。人口増減は、治市や地域によって状況が異なりますよと。へえ。えー、と、出生率1。これやばいね。だって日本ですら 1. 点 2, 3, 4とかだもんね。で、なんかやべえなって言ってたの、じゃあ韓国がやばいんだったんごめん、違ったろ、ごめん。で、えまあ、先進国だともう一つカナダが、昔からやばそうだ。80年だったらまだ韓国たくさん、まだ発展中ですからね。で、えー、まあ人口めちゃくちゃ増えてるところだと、まあ、バングラだろうなと。じゃマレーシアさんか。みたいな感じで僕は遠いった。ああ。 いや、ごめん。1、2、3が、1、2、4が違ったら、ごめん。1と2は違ういや、違うねえだろ。韓国、みたいな感じで。で、じゃあ、えー、次、だよじゃあ、なんか、これだけ解くのに、ね、知識がクソ必要かって言ったら、まあ、まあ、いるっちゃいるよね。知識あった方が、それは正確に解くことはできるでしょうけど、なんか、ね、あの、ネットに載ってる、チリビーはこれだけ押さえておけば大事とか、なんか、チリビーの情報発信しますみたいなやつ見ると、え、そんな情報までいんのって思うんですよね。まあ、 まあ、地理って言ったら、そんな勉強に時間割く科目じゃないんですよ。<laughs> えじゃあ、お前は二次試験で使うのかと。あまあ、東大、えー、東大目指すならまだし、二次試験でお前使うのかと。あまあ、つくばでもいいのか。まあ、別に京大でも国大でもいいんですけど。まあ、二次で使うんだったら、まあ、それだけ必要あります、ね。まあ、あと、法制をね、地理で受けるとか、慶応商学部受けるとか、だったらいいですけど。じゃあ、他の人々は、あ、もうゼロ時回っちゃったじゃん。あ、でも1時間経ったやんや。 じゃあ他の人々は、えー、なんだだから理系で1科目だけしか使わないんですか、えー、文系で国立受けて本当は世界史日本史で受けるけどとりあえずチリセンターのために勉強したんです。政、ま、権、あ、やれよってすごい思うんだけど。<laughs> って人はじゃあなんかそんなに時間でチリに1日4時間5時間とか勉強できないんですよね。いや,いやして受かるんだったらいいけど。うん、ってなった時にじゃあなるべく効率よくやるんだったら まあこうやって解く習慣。まあ、こうやって資料分析してとか、えー、基本的な情報だけ押さえといてそこから解くみたいなことができればいいんじゃないでしょうか。はい、次。いやラテンアメリカのあで、流量が違うなと。どっちも夏だろうなと。ああ、確かに。この辺で赤道ってこの辺してね。だったら。 あ、じゃあ、こっちが E でこっちが D かと、うん。で、なやなや。流域の気候を影響を受けているかおあ確かに、こっちが、こういう風吹いて、えー、なんだ。赤道だから、こっちこういう風吹く。ああ、だけど。じゃあ次、次えー、D と E の流れる河川の年平均流,流量が、ちょっともきない。こっちに吹かない。 あ間違えた。<laughs> そうそう。えー、なんか僕の解いてるときで何考えたかなっていうと、ああまあ、あたかまそばがったな。あたかまそばがあるって、確かこっちから風吹いていくわけじゃないから、こっちから風吹いてるのかあじゃあこっちはこっち風吹いてるのかな。んか別にこれは、まあだからね、地球のね、風の仕組みとか覚えてたらそりゃ素敵ですけど、なんだ、えー、極東風、偏西風みたいな、防衛球みたいな、覚えてたらそれはそれで素敵ですけど、まあそんなことじゃなくても。 ま、こっちに砂漠あるから、あ、じゃあこっちから風吹いてんだな。ほんとかこの辺って、どちだじゃなかったっけまあいいや。っなった時に、えー、じゃあ D と E どっちが多いのかってやったら、じゃあ D じゃないのって思ったわけです。だから E は少ない。では。次。えー、火力再生エネルギー、水力のどれかです。 まず再生エネルギー少ないから。えこれ多いな。どこだ、ここ。再生エネルギー多いな。と思いながらも、まあ、全体的に少ないから再生エネルギーがこれだろうな。火力と水力、どっちだあ、まあ、石油取れるところあるね。あ、じゃあ、えー、あい,いの。え、フィル取れね、うん、エコアド。取れあ石油、この辺取れんだろうな。の前に。 で、ああ、こっちどうだろう。まあ、山あるから、水力でもおかしくないかもしれないけど、まあ、さっきも言ったけど、あたかま砂漠あるから、こっちに風吹いてこないし、流量少ないんじゃないかな。なんと時に、ああ、まあ、気づいてる人は、えー、これでね、ブラジルが水力発電多いよと。で、別になんか水力発電多いっていうのと、まあ、ここで別にアルミニウムを思い出した人はすごいです。アルミニウムを思い出した、君はすごい、はい、ということで、えー、じゃあ経過、K 水力ですよ で、エルカ再生エネルギー。まあ、だから、2位なのかなと思います。はい、とりさんああ。いや、これも。別に、エンコメンダとか、そんなんどうでもいいです。えー、大都市中性を背景とした、商品産物に支えられてた。ええ工業化進展し、輸出物の農産物に再生割合が減ってった。あ,あまあ、減ってったのはそうだろうね。工業化するんだろうね。 輸出志向型。まあ、確かに。コーヒー豆とかっていうのは持ち帰って言ったらモノカルチャー。ああ、まあ別に物じゃないけどね。ええー、なんか輸出、ね、どっちかって言ったら、こういうものが、やっていって、昔は商品作物だ、商品作物だったけどね。うん。っなった時コーヒー豆の輸出額が減少し。まあ、こういうのは何かっていうと、データ、ね、しっかり判断さえすれば、これが丸か八かなんていうのはわかるんですね。あの、いや、わかるんだったらデータ、ね、 見ろよっ,って話なんですよ、ね。じゃあの、どうなってるかっていうと。11月はこっちか。あまあ、10億円ぐらい。こっちは何億円ですか ?500 までいかない ?450 ぐらい。で、えー、コーヒー豆。なんだ5%ぐらいですか ?250 の5%。25? 間違ってたごめん。え ?22.5? ああ、じゃあ22.5だったら絶対、これ半分でも5億でしょ。え、ごめん、言ってことわかる分かんなかったらなんかコメント欄で聞いてください。じゃあ、えー、いや、コーヒーの質額増えてるやん。ってことで、るようになります。え、わかる。いや450億の5%って22.5億だよね。で、えー、10億ドルの、十億ドルの50%って5億円だよね。5億円から22.5億になってんだから増えてんじゃん。いう現象おかしいでしょ。 えー、所得順位トに、10%層の所得の割合と、1人当たり GNI を示したものです。アルゼンチン、ブラジル、ボリビア。えー、まあ、ボリビア内陸だからな、そんな産業ねえだろ。っていう考え方がいいのかどうかわかんないけど、まあ、1人当たり GNI も低いんじゃないなんて考えました。でえー、じゃあ、アルゼンチンとブラジル、どっちが GNI 高いのかな で、も、まあ、白人の国だったな。だから、人種じゃないああ。よくよく考えたら、ブラジルってすごい山奥に住んで,山奥に住んでるって、どっちもいいんだろうけど、アマゾンも広いし、ね、いろんな産業あるからっていうのと、まあ、多分まあ本来だったらね、所得の割合からブラジルって選ばなくちゃいけないんだろうけど。あー、だから人種なのかごめん。 アルゼンチンは白人多いけど、ブラジルはたくさんの人がいるから、えー、所得格差が生まれますよね。ってことは、所得たくさん持ってる人っていうのが、えー、生じますよね。ってことで、多分、キーブラジルになるかな。違ったら、教えてください。かきく、まこれ、1位選ぶときが一番緊張するよな。<laughs> 一番最初にこれでいいのかなって俺は思う。で、エチリ、ニュージーランドに対する問い。いや、これはね、生きて、えー、1年間、こうのる世界地域。あ、これだね。北大、あ、ここだね。はい、チリ。 偏西風の受けて年中出ああ、ここだねと。氷河地形、どっちにもありますよと。ああ、あるんで。え、っていうか日本にも一回だけ氷河地形あるんですよね。まあ、地図書で出てこないか。氷河地形ありますよと。で、国内に火山があると。ああ、寒平洋か。そうなってあったよね。ということで、1、2になります。で、これ、えー、っと。高産物の割合多いの地理だろうなと。 銅とか昔は小石とかね、化学の原料とか輸出してたりしました。で、じゃあ乳ー,ーだとじゃあリか化さとじゃあどっちだろう。で、XY。地域別。めっちゃ減ってんね、Y。で、減ってるけど、まあ、だから要するに東アジアが増えてるよって <laughs> だったら東アジア選択肢に入れてくれればない東アジアが増えてるって分かりやすいですけどね。んそんなこと言ってもしょうがない。 なっ,った時に、うーん、まあ、あれか、旧宗主国とのつながりみたいなことを言いたいのかなわかんないけど。えー、まあ、ニュージーランドは元々 A 連邦だったから、えー、じゃあ A 連邦だったところに輸出してたんじゃないかな。なった時に、まあ、現代において輸出ってどうなってるかっていうと、 あまあね、冷凍戦の発達みたいなキーワードを思い出した人は、あ、じゃあより遠くに運んでんじゃ,じゃないかって思ったかもしれないですよ。まあ、このご時世ね、やっぱ近い国に運んでるって考えた方がいいかもしれないですね。うん、ヨーロッパに運ぶより、北アメリカに運びますよね。なった時に、あ、じゃあ、えー、どっちだヨーロッパが、じゃあめちゃくちゃ減ってんだなと。要するに、えー、総国、創始国とのつながりが薄くなってますよ。ということで、えー、じゃあ、こうなりますよと。という話でございます。次。 ト今年は苫小牧か去年はあれでしたね <laughs>、えー、京都かあー宮津だったかな宮津は水産高校があるんですよね確かあれ確かそうだった水産高校があるんだった、えー、僕の友達僕のスーパーの時ね一人いましたはい南側からフェリーで近づく東進高校に右側で市街地市街地市街地は分かんないけどたるまえ座は左ですね えー、輸出駅から東に向かうと弁天沼屋を撃たないこれは見えんやろ布沼の旗から国道行っていくと湿地が見えるだろうバスから西に向かうとたるまいさんは右側に見える いや、できてよ。<laughs> これはできてよ。はい、次。あ、この、この顔面白いですよね。えー、あ、だからなんか、格好の位置がずれてるらしいよ。へー、まあ、確かに、一番長いところがここで、ここになったりするんですね。すごい、学芸員にしてました。いや、あのね、やっぱなんだかな、地方に行く、いいことは、博物館に行って、その人に聞いてみるっていうのが一番いいですね。 えー、直線的に砂浜が続くのが特徴です。で、えー、沿岸流か、えー、潮のみ地域でなるのかっていうと、えー、まあ、ずっとこういう風が吹いて、海の中に、ね、砂があるんですよ。<laughs> 海の中の砂が行ってくるんだなということで、じゃあ沿岸流だなで、この地域はいつになると河川の流量が大幅に減少するえ まあだから北海道を考えたときに、こうやって南東の季節風が吹くときは雨降るけど、北西の季節風吹くときは雨降らないよねって考えたら冬なんじゃないですか。じゃあ冬,冬はどうなるかっていうと、河川の量が少ないから、あ、ごめんなさい、えー、っと、水の流れる、川の、ね、水流れる量が少ないから、海の堆、えー、積作用の方が大きくなるってことですよね。 海の方が大きいからここ塞いじゃいますよっていう話なんですね。はい、次。室ロラン。いやー、めっちゃうちますね。めっちゃ穏やかですね。どんだけ山あったらいいとこですね。トマコマイが発展したのは人口が多い。あ札幌から多いね。短縮できたんでしょうね。トマコマイは 確かに。わあすごい掘り込んでんね、これね。砂場掘り込むってめっちゃ大変なんですけどね。よくやりましたね。トマコマイは海外。だかじゃあこういうデータを確認しようと。あの、まあ、言ったら、こんなまはね、想像でしかないですよ。トマコマイの近くに倉庫や工場を作りやすそうだな、みたいなのは。わかんない。理由が違うかもしれない。でも、こういうのってさ、これ何かっていうと。 えー、トマコマコイクは海外の貿易と占める割合が大きいですよねっていうのは、じゃあこんなのデータ見ればわかるじゃん。じゃあデータ見ようよ。じゃあ絶対こっちの方が多いだろ海外との輸出に100分の2、うん、もう言ったら20%来てるね。15%くらい。50%絶対超えてるんだろう。60%くらい言ってるから。って考えたら、ああ、じゃあこれ間違ってるなと。ってことでマリオンです。3つまあるよ。 よう時間なり解けんな。苫小牧でめっちゃ増えてますよと。さっきの問題。1七7 1年ここだと。まだ苫小牧が発達した段階だと。なったら、えじゃあ苫小牧でめっちゃ出世されるようになったのか、何かって言ったら、うん、まあ石油石炭なんじゃないですか。石炭がね、え昔、昔とか今も取れてるんですけど。 石炭取れてる話めっちゃ面白かったなぁ。あれでジオパークがあるんですよね。そで聞いんですあ、じゃあ石炭。めっちゃ抽出してるやん。で、なんか静止パルプっていうのは落ちてきてる。なんていうのは聞いたことあるかもしれないあの、日本のね、まあこれ本当に良くないところ、中学受験とかさ、教えてるけど、まあ良くないことなんだけど、まあ今、静止パルプ業そんな、富士ばっかだぞみたいな。そう思ったりするんですよね。あと、あれね、クレで造船とかね、もう撤退してるぞとか、めっちゃ思うんですよね。 設定とかね。うん。いやー、古いデータが多いな。この工場閉鎖とか見てると、あー、なんかこういうのも教えてあげなくちゃな、と思います。で、なんかこういうので出るとあ、なんかそういうこと言っといたのがよかったな、いうのがあるかなと思います。えー、じゃあ残り食料品かなと。実績単語 B。 プリフィンがし、これか。なんかなと思います。ありがとう。ラストアイライン。1995年と2015年、20年経ってるよと。20年経ったよと。 働く人っていうのは若い人な。えー、なんかまあ人口比率でよく出るのよく出るっていうか、なんかね、ツイッターで話題になやたのはおしゃまんべでしたね。うん。あまあ、な、あれ、トノ大だっけだったりとか、えー、京都のあれは作曲かなうん。な中上じゃない作曲とか。人口ピラミッド見ててください。学生がめちゃくちゃ多いですよみたいな。まあこれも工場労働者が多いですよ。それに働く人が家族向けが多いですよ。じいちゃんばあちゃんいませんよ。 ってことは、っ、えー、話、ね、だから、えー、1995年は X でっていいから。まずは。はい。ラスト。お疲れ。た。ごめんね。こんな時間にやるのがよくなかった。人口減ってんのどこかなーってなった時に西側だな 温室効果ガスの削減って言ってるから、バスの通りに。まあ、これやられるとね、旅行者からしたらね、たまったもんじゃないですけど、さて、時間、5点までになります。っていうふうに聞かれておいてても、100点が取れるテストでございました。なんていう言い方すると、すごい青いなんだけれども、えー、っと、まあ、これ、さっきも話したけれども、えー、チリっていうのはそんなに時間かける強化じゃないです。うん。 あまあ、別に地理専門にしようがね、いろんなこと勉強するのは悪くないことで、まあ、地理を、ね、第一教科で使う人も別にそんなに時間かけなくていいんじゃないかなと思っております。で、えただなんだけど、まあ、これって別に僕がその受験生の時に得ただけの知識だけじゃなくて、えーまあ、僕は旅行して気づいたことだったりとか、まあ、一番はやっぱ世界史を学んで気づいたことっていうのがすごい多いのかなと思います。なんで、まあ、いろんな教科勉強しながらね、それこそ、なんだっけな、国語のね、現代文読んでるだけで。 ああ、なんかこういう話あるんだっていうのを、なんとなく頭にこぶりついて、地理解けたこととかもあるんで、えいろんな教科をね、大事にしながら、いろいろ勉強していってください、えー。何より大事なのは数学と英語です。数学と英語ができて、その上で初めて地理が良くて、まあ、これは受験生として成功するかどうかじゃなくもう大事ですけど、まあそれも含めてなんですけど、えー、数学、英語をやって、その上で地理やってやると、まあ人間的にも、人間的にもって言い方が良からまあ大学生活も、大学の中でもうまくできるんじゃないかな。 研究とか研究者になるのか遊ぶのか分かんないですけど、研究者としてもうまくできるんじゃないかなと思っております。以上で終わります。ありがとうございました。